札幌市が代替案を示したのは、来年3月に北海道中央バスが運転手不足を理由に廃止する南区の駒岡線と空沼線、北区と東区を走る栄町篠路線の3路線です。この3路線は他に公共交通機関がない路線で、地域住民から代替交通が求められていました。このうち駒岡線は路線バスを運行する磐京バスが引き継ぎ、空沼線と栄町篠路線は入札でタクシー会社を決め、ジャンボタクシーなどを使って運行するということです。3路線は来年4月以降もこれまでと同じルートを定時運行します。札幌市は来月、地域の町内会やバス事業者などと協議し、正式決定するとしています。